大変お待たせしております。今日は、司会進行は引き続き私、キセヤキがさせていただきますのでよろしくお願いします。そして、この後ですね、引き続き続編、ワリオランドアドバンス、容器のお宝ですね。こちらについても同じく解説の方来てくださっております。解説、ごめんなさい。さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、解説させていただきます。笹田と言います。よろしくお願いいたします。お願いします。先ほどなんか他のゲームであったような気がするんですけれども、多分気のせいなのでね。あら。マリオランド4の。マリオランド4ですね、今回解説するのは。マリオランド4なんですけれども、このゲームはですね、日本語版だ、日本だと、マリオランドアドバンスと言われてる、まあ、ゲームボーイアドバンスで出たゲームでして、まあ、今回は、それを、ハードモードで走られるんですね。あ、本当ですね。スケジュールの方でなんかノーマルなので、あ、そっち側で走るんだなって思ってたら、はい、今見たら、ハードと書いてあるので、これは難しいモードの方で走られますね。具体的にハードとノーマルと違いなんですけれども、ハードはですね、まず、このゲームが、お宝というものを集めていって、でそれで、ドアを開けて、まあ、先へ進んでいくみたいなゲームなんですけれども、その、お宝の配置でしたりが、ノーマルと違って、かなり難しいところに配置されておりましたり、あとはですね、最初の HP ですね。確かノーマルだと最初から、HP8 つあるんですけれども、それが半分の状態でスタートするなど、まあ、結構難しい、まあ、難しい歯応えのある難易度となっております。おそうですね、激ムズも、激ムズ、はい、もしかしたら、あ、でも激ムズはさすがにないかな。まあね、激ムズも走られてる方、実はいるにはいるんですけれども、そう。このハードモードをクリアした人に、特典みたいな感じで激ムズモードというものがありまして、お宝の配置がさらに難しくなって、でさらに HP も、まあ、初期状態、まあ、一番最初1の状態から始まってしまう、まさにもう最初から一発食らったら終わってしまうという状態から始まります。そうですね、チャットにもある通り制限時間周りがかなり難しいですね。ああ。このゲームなんですけれども、いくつか、合計で18個の通常ステージと、6つのボスステージがあるゲームとなっておりまして、まあ、その18個ある通常ステージの一つ一つで、次のステージに進むための鍵、あとボスに進むために必要な宝石を4つ集めていきます。で、まあ、それを集めて帰るだけだったら、まあ、このゲーム、まあ、簡単とは言いませんが、まあ、割とお手頃な難易度、まあ、そこまで難しくないかな、手軽な難易度でできるんですけれども、このゲーム一つ、象徴する要素がありまして、元のステージ、ゲームでステージをクリアするためには、とあるスイッチを押さなきゃいけないんですね。で、そのスイッチを押すと、帰る扉が開かれるんですけれども、その帰る扉まで時間制限があると。このドキドキ感がすごくたまらないゲームですね。ここでちょっとインタビューが始まりましたね。始まりましたね。ミスターシャストさん。このシャストさんって方もかなりいろんなゲーム幅広く走られてる方なんですよね。何だったっけな、直近で見たの何だったっけな、あ、やばい、どうせしちゃった。え、でも確かカービィとかそっち側も走られてた方だったはずなんですよね。はいはい、あ、ちなみになんですが、今から走られる方ですね。はい、ピノビーの大冒険っていうオーサムゲーム、アオフルゲームのゾーンのゲームもこの方走られてるみたいですね。あ、そうだったんですね。はい、こちらもベータでありました。おお。このシャスタさんって方結構有名どころの、それこそ、まあ、王道というかそういう感じのゲームをやってて、でその中でもかなり速い記録を出している方だっていう認識だったんですけれども、割とそういったゲームをやられる方なんですね。ね、
He actually came back a few months ago to the game and found a 10-second time saver in Radiant Knights, the second level Sapphire Passage. So it's like a weird bounce off of the game. なるほど。はい。あの、インタビュー。はい。なるほど。てっきり解説の方なのかなって今ちょっと思ったので。多分こう走る前の意気込みなんかを多分お話しされてるんじゃないかなと思います。いやでもハードモード大変だろうなですね。ちょっと時間もあるので、実はですね、私ちょっとあの、はい、少しあの勉強も兼ねてこのワリオランドアドバンス容器の宝説明書をですね、なんと発掘いたしまして、これがちょっとめちゃくちゃ面白かったので、ちょっとあのあらすじだけ読んでもいいですか？どうぞどうぞ、かなり味ありますよね。はい、これめちゃくちゃ面白いんですよ。そうですね、ではあらすじ、俺様のマル秘日記、勝手に読むなよ。2001年8月21日、小鳥のさえずりが聞こえてくるのどかな朝、俺様は秘密のアジトで鼻くそをほじりながら、召喚を眺めてたんだ。なに？俺様は驚いた。新聞のある記事を見た途端、俺様はあまりの驚きで、手についていた鼻くそを食べてしまったんだ。ゲーマズ鼻くそなんてどうでもいい。なんとその記事は伝説のピラミッド発見の見出しだ。何？記事を読むと、この遺跡はかつてこの辺りを治めていた王の姫ショクラの眠るピラミッドだったのを、傲慢でわがままな金の亡者容器が乗っ取った呪いの遺跡だ。どうやらまたもお宝の匂いが。不気味な笑いを浮かべる俺様の頭の中には、すでにお宝のことしかなかったのだ。いつもの日課のうんちも忘れ、自慢のワリオカヤに飛び乗り、黄金ピラミッドをひたすら目指す俺様である。お宝はすべて俺様がいただくぞ、フンガー。ということで、あ、ちょっとあのよろしくない用語入ったんですけども、あのどうやらですね、あのNHK を見ますと、 NHK の放送コール的にはうんちはあの幼児語のためセーフらしいです。あのなるほど。何とは言いませんが、あの、子の方は、あの、テレビ上絶対ダメらしいんですが、地の方はいいらしいですね。これはまた一つ勉強になりました。勉強になりますね。あの、ダメですよ。あの、はい。NHK ダメだから、はい、チャットもダメですからね。書いてダメですからね。絵文字はギリギリセーフなんですかね。どうなんでしょう。スタンプだったら、それになんか類似したスタンプだったら、多分誰も何も言わないと思うので、はい、直接な表現を避けて、スタンプ、エモートをそっち側の方で、はい、まあ、その、はい、あれを収めていただければと思います。はい、実は、この説明書ですね、あの、任天堂のホームページから、容器のお宝っていうのでね、あの調べると、今、PDF で読むことができるんですね。はい、ゲームやってなくてもめちゃくちゃ面白いんで、読むことをお勧めします。そうですね、でこれを見るとなんか、はい、マリオってあこういうなんていうんでしょう、こういうことをやってたんだって、結構マリオっていう人物自体の裏設定もちょこちょこ書かれてたりするので、はい、いや本当に一点一読していただけるとすごく楽しめると思います。はい、すごい楽しいです。あのちょいちょい任天堂に文句言ってるんですよね、この人。あの制作スタッフ名っつってますからね。いいのかな。日記ついてますね。日記であのワリオの一日みたいなやつ。なんでしたらマリオランドアドバンスで調べていただくと、一番上に何ま説明書の内容が書かれたものが出てきますので、それ見ていただければと思います。ちょうど今、ね、インタビューされてる間なので。インタビューわかんないよって方は、はい、ぜひぜひ読んでもらって、ぜひぜひ読んでください。あとこの俺様の楽しい一日っていうコーナーがあって、これも読もうと思ったんですけど、はい、ちょっとあの思った以上に内容があれなんで、どうしようかなと思って。あの最初からなんか初っ端からいろいろひどいですよね。そうなんですよ。いやきちいなこれ。イケイケイケって言われてるんですけど、どうしますこれ。読んじゃいます。ちなみにこれ運営的には大丈夫なんです。僕もちょっとこれ判断に困ってるところなんですよね。あ、まあこれね、あの内容としてはですね、イケイケって言われてた公式だからよし、なるほど、まあ、じゃあかいつまんでご説明しましょうかね。あの一発目きついんで、ちょっとそこから次からですね。ちなみにワリオさん、朝ごはんが牛乳3リットル、フランスパン3個、生卵6個、一気飲み、チーズ少々のカルビの食事を1分で平らげるそうです。1分で、すごいな。
しかもあれですね、勉強家だから同時に新聞にお目を通して、あ、これはいい、あれですね、難しい漢字は飛ばし読んでいる、はい、ここ大事ですよね、テストでもよく使いますね、はい、そして、日課のうちを踏ん張る、これはうちはセーフですからねセーフですからね、はい、そう、だから水道の故障で、あ、巨大運が流れず大慌てで、めんどくさいからそのまま無視しておくこれ結構困りますよね。困っちゃいますね。なるほど。次、外出ですね。まあ、あの自慢の、あ、また戻っちゃうかな。これちょっとじゃあ、こっから先はですね、あの皆様の目でね、確かめてみろということで、よろしくお願いいたします。そう、ワリオランドアドバンスで、まあ、検索していただければ、一番最初にそのサイトが出てきますので。ぜひぜひ。いやこれ何を大丈夫なのよく出せたなこれこの頃のあれを感じますよね、なんか風潮っていうもの2004年でしたっけ、あ、違う、2001年か、2001年ですね。いやそして、あ、それからジップレスは、はい、ジップレスって壁抜けなしってことであってますね、確か。そうですね、ジップレスは壁抜けなしですね。はい、ありがとうございます。汚いマリオではない、もう、ま、汚いマリオっていう度合いじゃなくめちゃくちゃ汚いんですよねこれ。栄翔 100% は多分間に合わないかなジップレスでそういえば思い出しました。あ、はいはい、ちょっと RTA の知識なんですけれども、お、RTA のバグってだいたいグリッチって言ったりジップレスってジップって言ったりするんですけれども、グリッチっていうのはまあ基本的ないろんなバグのこと指してて、ジップっていうのは壁に入った時に思いっきり横方向にバーッと飛んでったりするじゃないですか。ネズミマンとかやった時のあれですね。ああ、あれですね。あれとかがジップっていうらしいです。なるほど。割となんかそこ違いはあるらしいので、よかったら今度 RTA 見るときに、これはジップだ、これはグリッチだって言ってくる、言ったりすると、あ、こいつ RTA 知ってるなって思わせることができるかもしれません。お、画面切り替わり、なんと操作様がワーリオの帽子をかぶりながら、ね、マリオさん来ましたね、はい、マリオさん、あ、マリオさんから、ね、本場マリオさん、あ、可愛い猫ちゃん。これ朝読んだ新聞かな。そうですね、朝読んだ新聞。ピラミッドディスカバーズ、これはマリオランド4です。海岸版ですか。あ、ですね、ね、海外版ですね。ジャングルの中でピラミッドが出るので発見。お、始まりますね。ゲームを消すところからですね。お、ハードですね。これもう一個下に押したりしませんかね。あー、見てみたいですが。ちょっと見てみたいんですけれど。見たいな。見たいな。BGM が渋いからぜひやってみてほしい。お、ですね。BGM 渋い、渋い。うん、まあいい BGM 多いですね。BGM はめちゃくちゃいいですよね。はい、お、GL でーす。頑張ってください。今回はジップレスなので、まあ、そう、ジップレスということは、このゲーム、any% だと壁抜けがあります。ただ今回はそれを制限したものになりますね。ちなみに壁抜けありだと記録としては、どれぐらいなんでしょうか。そうですね、確か1位が日本人の方、まあ、それこそネズミマンの1位の方なんですけれども、大体45分前後くらいで終わらせてしまいますね。それともなんかこうぶっ壊れためちゃくちゃ短縮ってほどではないんですね。そうですね、any% ジップレスの方でも、まあ、ノーマルプラス3分4分くらいで終わってしまうので、ちょっとハードの方だとちょっと今把握してなくて確認してみます。ぜひ、はい、ハードの方ですと any% ジップレスが、55分29秒、ジップがない方ですと52分27秒となっております。エスティメート結構攻めましたねこれ。そうですね、ジップスが56分31秒、今回走者さん、シャスタさんが56分31秒なんですけれども、これ4日前に出した記録ですね。4日前4日前ですね。あの練習から、あ、練習したら記録が出たってやつですね、そこに言う。いやー、すごいな。
これはもしかしたらこの流れで本番でも記録出す可能性があるってことですかね。楽しみですね。ワリオさん、今のバベルどっから持ってきたんだろう。ワリオさん、どっからで持ってきますかね。あれで言われるもの。そうそう、このボス戦なんですけれども、ボス戦の前にまあミニゲームみたいなのがありまして、そこでコインを稼ぐと、まあ、ボスの HP を減らすことができるアイテムっていうのを買うことができます。で、その時は、ワリオ様が、ワリオ様ですね。はい。バーベルじゃなくて、ダンベルを使って筋トレして、まあ、ウォーミングアップしてる姿が拝めます。最初は青に、はい、はい、どうぞ。先ほどのサイトで、ワリオさんじゃなくて、ワリオ様って呼べって、マリオ様に言われてしまったので、ちょっとこれからマリオ様で気をつけるようにしていたします。大変失礼しました。で、これ最初は青のステージに入ったんですかね。はい。青のステージは、基本的にホラー要素が強いステージとなっております。おお、すごい。そうですね。で、しかも全体的に私の体感になってしまうんですけれども、青のステージは、そうですね、4つはステージが大きく分かれてまして、緑のステージ、赤のステージ、黄色のステージ、青のステージと分かれているんですけれども、青のステージは4つの中で一番難易度が高いなと、私個人的には思っております。難しいですよね、確かに。僕もやったことありますが、戦車強化あります、ここ。ちょっと目を離していた隙に HP がもう残り1に。激ムズレギューは存在するんでしょうかということなんですが、あれ確かあるんですよね、激ムズ。はい、激ムズカテゴリーは存在いたします。で、そう、なんと、すごいことにですね、このワリオランドなんですけれども、ワリオランド4なんですけれども、エニーパーセント、それとエニーパーセントジップレス、このどちらにおいても、同じ日本人の方が全て世界1位を取っております。あっと、やってしまった。気づきましたね。はい、このように、HP0 になってしまうと、もうステージ最初からになってしまいます。これはなかなか痛いミスですね。ちょっと痛いですね。ハードですもんね、はい。ハードですとこうやって敵も多いですし、最初の HP も少ないですし、でかなり難しい難易度になっております。敵の配置がまたいやらしいんですよね。ですね、着地地点にいるんですよね、あれ。トゲゾーみたいなのが何でしたっけ何でしたっけねなんか100円出すやつくらいしか覚えてないですね。僕もそれぐらいの認識です。ここはコウモリのアラドに飛んでいくのすごいですよね。そうですね。このゲームなんですけれども、あんな感じで持ち上げて、で適切なタイミングでジャンプすると、敵を踏んづけてジャンプすることができます。できるんですけれども、結構シビアです。ソーシャさんも簡単に決めてますけれども、本当にそれは熟練の技と言えるレベルの技ですね。しかもなんか持ち上げるものによって結構なんていうんでしょう、動き方も違ってまして、例えばさっき持ち上げてた斧持ってるピンク色のやつ、あいつなんかは結構重たい方に入るので、開けた時にあんまり持ち上がらなくて、なんていうんでしょう、こうふわーって持ち上がるというか、なんていうんでしょうねまあ結構癖がある投げ方になってしまうんですけれども、それを難なく決めてるっていうのは本当にすごいと思います。おお、うわ、来ましたねもうカウントダウンの時の BGM がめちゃくちゃ焦るんですよね。焦りますね子供の中に超怖かったです。ここちなみになんですけど、このタイム一応ゼロになってもすぐゲームオーバーにはなりません。ならないんですけれども、右上にコインがあるの分かりますでしょうか。今2500って書いてありますね。このコインがどんどん減っていきます。あ、そうか、ハードモードだからこっちが行くのか。ちなみにコインがなくなってしまうと、コインがなくなってしまうともうゲームオーバーですね。ステージの最初に戻されてしまいます。お、今うまいな、うまっ
このトゲ付きのやつ下からアタックして倒すのめちゃくちゃ難しいんですよ。ですよね。よく決めるな。モードですと普通に、まあ、ちょっと寄り道することはあるんですけれども、順路通りにこうやって宝箱あるんですけれども、ハードモード、難しい状になりますと、まあ、こんな感じで、その張りからすんの壊した先にあるっていうのが多発します。ね、今の入り方めちゃくちゃうまいんですよね。と思いました今。あんなハイからできるんだ。できはするんですけれども、あれ普通のジャンプと違ってしゃがみジャンプですので、またジャンプするタイミング変わってくるんですよ。すごく難しいです。普通のジャンプですと私もなんかちょこちょこ練習してて、まあとりあえずはできるように、まあ、形にはなったレベルにはなったんですけれども、しゃがみジャンプの方は本当に安定しないですね。いやすごいですね。めちゃくちゃ難しいです。青のステージの第2ステージ、アラビアンナイトですね。このステージは先ほど見たように、魔法の状態に乗って、そこで、マリオが上でジャンプすることによって、ふわふわ浮かぶことができます。ゾンビ化しましたね。ゾンビ化しましたね。あ、そうか、ハードだとこっち側にあるのか。ノーマルだとここの下まで降りてこないんですよね。あ、じゃあせっかくなので、この4つ集めているこの宝石のかけらのご説明とかいただけると。あ、承知いたしました。この宝石のかけらなんですけれども、各ステージに、それぞれかけらが4つありまして、4つ集めると、まあ、1つの宝石、1つの宝石に、復元いたします。で、その復元した宝石を4つ集め、さらにまた4つ集めることで、その色のステージの最後のボスに出会うことができます。で、そのボスを倒すと、一番最後のラスボスに戦えると。お使いのためのお使いみたいな感じですね。ありがとうございます。僕らがさっきからこう、ここにあるんだって言ってるのは、配置変わっちゃうんですよね、これ難易度で。そうですね。私はなんか割とノーマルの方が見慣れてるので、あ、ここにあるなって思ったら、あれなんでこっち側行ってるんだろう、あ、そっか、ハードだからこっち側に行くのかって結構なってます。これがまたハードを難しくしてる理由ですね。この今のこのなんかついてきてる鍵の端、ついてきてるやつ鍵の端って言うんですけれども、こいつがいないと、まあ、その色ステージの、まあ、通常ステージの方で先に進むことができない、そういった重要キャラになってきてます。あ、今回は上から行くんですね。行きましたね。戦法としては、はい、ちょっと見えました隙間のところからしゃがみジャンプで無理やり入るっていう方法もあります。ただその際にちょっと敵を踏みつけたりとそういった準備が必要になってきますので、また大変だったりしますね。チャットに世界一の方がいらっしゃる。いらっしゃいますね。解説していただいております。ぜひそちらあのチャットの方でも補足などいただけますとありがたいです。お願いいたします。助かります。私も RTA 経験別にそうですねかじった程度でしかないのでよろしくお願いいたします。お願いします。いやありがたいですね。チャットにいる方がエニーパーセントジップレス、その両方の全難易度において世界1位の方です。6冠ですか。6冠ですね。無敗の王者だったところですね。すごい。もしかしたらそのうち 100% もやられたりするんですかね。私は割と楽しみにしてるんですけれども。そうです。とはいっても 100% って言って違いが何があるかっていうと CD を集めるくらいになるので。ここまで大きな違いがあるかっていうとそういうわけでもないんですかね。ですかね。そうなんでしょう。このゲームの CD って結構あの集める魅力要素の一つですよね。そうですね。こう CD を集めるとあのなんかサウンドルームで聴ける音楽がどんどん増えていくっていうんですけど、
なんかすごい題名してますよね、なんか。してますね。例えば、思いついたやつです。明日の血圧とかそういったタイトルのやつもありますね。立ち比べの向こう側、あの曲が僕好きです。好きですね。私は割と、名前が出てこない。あれ、なんだっけ、何おじさんとプラナリアだったっけな。あ、だっけ、何おじさんだっけ。あれが結構好きなんですよね。あ、そうか、1万コインの会社もそうなんですね。100% カラオケも開放するんですね。そっかそっか、あ、そうか、カラオケがあるのか。この1万コインっていうのが1箇所だけとても難しいところがありまして、それが最初のステージなんですよね。そうですね、難しいんですね。カラオケあった。最初のステージだけ敵が少ないせいで逆に難しい仕様になってます。あ、でも確かカラオケを出すんだったら最初のステージは1万コイン集めなくてもよかったんだっけな。どうでしたっけ、どうだったっけな。あ、そうそう、ちなみにそう、このゲーム内曲サントラでもなくて、よくわかんないんですよね。ゲーム内で使われてなくて、本当に意味わかんないやつもあって、なんか曲じゃなくて、なんかおっさんが鼻すすってるだけみたいな、なんかなかったでしたっけ、なんか。ありますね。鼻すすって、いびき変えてるだけでもありますね。あ、代謝の通路も対象か。代謝なんだ。大変だ。そう、おっさんがちょっといびきかいてるだけの、なんかよくわかんない。サントラなんですよ。あれ大好きで。あれちょっと世界一位の方にちょっと質問なんですけれども、あれなんか、あ、そこはいいのか。確か最初の通路ってなんかノーマルとかだったら1万コイン届かなかった記憶があるんですけど、じゃあ9600コインだったっけな。あれって確か届きましたっけ。あったっけな。なんかそこ届かなかった記憶があるんですけど、なんか届かなくてもなんとかなったような思い出があるんですよね。回答を待ちつつ、あ、しれっとショートカットしましたね。しましたね、すごそう、一番最初左上から入ってましたけれど、あれは本当は一番最後順路回って帰ってきたところになるはずです。初見だとこのプレイ迷う、ここのステージ迷うんですよね、このマンション迷いますね。ここもうまいな。うまっ。本来は、今下にいた赤いクマみたいなやつ、確かゴリラだったっけな。ゴリラですね、あれ。あいつが投げてくるリンゴを食べて、それで太ることによって一番上の硬いブロックを壊すんですけれども、見事にショートカットしましたね。あれも難しいはずなのよ。いや、精度が尋常じゃないですね。本当にうまい。ちなみにこの各状態異常、まあ状態変化ですかね、についてはそれぞれですね、あの説明書でワリオさんコメントしておりまして、あ、ですね、はい。ゾンビなんかはものすごい不満を抱えます。まあ当たり前ですよね、ゾンビなんか。ちなみにワリオさん、なんでそんな状態異常になっても、まあそうですね、本当に命に別状がないのかっていうかと言いますと。そのバリオさんがもう特殊な訓練を積んでいるからと、との回答をバリオさんしております。特殊な訓練を積んでいて、でなおかつ死にたくないから生き延びてきてる、生き延びてると。あ、もうやっぱニンニク食べてますからね。やっぱニンニク大事ですから。力強さが本当に感じられますよね。ですね。あのボスキャバットですね。こいつなんですけれども、下にいるドリルに当たると1ダメージ、この口から出してくるこの、紫色のやつに当たるとプカプカ浮いてしまう、まあ、状態異常になります。でそうすると、まあ、どんどん時間がロスしてしまうので、まあ、RTA 的にも美味しくないし、あとはトゥルエンドをする上でも結構、トゥルエンドを目指す方にとっては結構めんどくさいことになってしまいます。そうですね。ボスの後ろの方に3つ宝箱があるのお気づきでしょうか。この宝箱なんですけれども、時間経過とともになくなっていきます。そのため、まあ、下手に時間を使ってしまうと、まあ、
一番最後のベストエンディング向けいけないとなってしまいます。さらっとドリブル決めましたね。完璧でした。あれも結構難しいんですよね。いい感じのところでヒップアタックしてないとずれてしまって落ちてしまうっていうことは結構出てしまうので、ね、さらにベコさんからお返事いただけました。リザルト画面でハートがコインに換算されてそれ込みでギリギリ1万に届くということですね。あ、1万届くんですね。記憶違いだったか。よかったよかった。いや本当にありがたい、ね、てる方が書いてちゃう、ね、こうやってチャットにいらっしゃるとすごくありがたいですね。結構解説とかでも緊張しますよね。今回に至っては RTA ちょっとかじってはいるけど実際はあれですからね、ただのマリオ好きなおじさんでしかないので。一応激ムズまではクリアしてますが、もう過去の栄光なので今はクリア果たしてできるのか。黄色のステージですね。積み木の後ろ、見ての通りこういった三角の積み木を集めていってはめることで次のところへ進んでいきます。左回りだとここに宝箱があったりするんですが、激ムズだと、激ムズじゃない、ハードだとないみたいですね。ハード難しいです。ノーマルだとこの中にはないですね。ちなみにこの左回りをですね、はい、まあ、当たり前なんですが相当な不満を抱えておりまして、あまりにも一人扱いだと思わないかと。制作スタッフのやつらね、覚えておけということで、ワリオ様、大変お怒りでございます。まあ、それワリオ様も命かかってますからね。まあ、やりますですからね。制作スタッフさじ加減一つで命が奪われちゃ、元も子もないですからね。まあ、なんで生きてらっしゃるのかというところですが、まあ、ね、死にたくないので生きてます。はい、さすがです、ね。一人に筋トレの塊ですよね。ワリオ様は、一日に、腕立て100回10セットやってますからね。相当な筋肉があると思われます。筋トレの鬼です、はい、100回10セットやってるこの人すごっ。100回10セットなんですよ。1000回なんですよ合計。尋常じゃないな。あれに比べてマリオの貧弱なことよ。はい、もうちょっと配管工の方も鍛えてもろて。黄色ステージ、そのステージの2、スゴロクの国ですね。ここは、今見た通りにスゴロクサイコロがこうマップ上に設置されてまして、それを押すことで、まあ、このようにマップに合致した、いろんな仕掛けが出てくる仕組みになっております。黄色のステージはだいたいこんな感じのアトラクション要素が強めのステージになっております。そして黄色ステージのボスが、おそらくこのワリオランド4、ワリオランドアドバンスの中で一番難しいボスになります。そうですね。後背筋と大円筋仕上がってる。あ、そうですね。ワリオさん仕上がってますね。肩にちっちゃいジープ乗っけてるのがいいって感じだよね。すごいがっちりしてますよね。してますね。あとワリオさんはね、日々 のトレーニングですね。なんで、お薬に頼らず、いきなりマッチョマンではなくて、はい、日々の、はい、地味な積み重ねが筋肉を作っておりますというところですね。あ、4が出てしまったが、これはちょっと安定。あっと。ちょっと目押し見せましたかね、今。大丈夫なんでしょうか。あと、この背景怖いですよね。僕、ホラーステージより子供の頃、この背景の方が怖かったです。あー、確かに。ここの背景見たときに思い出したのが、もののけ姫なんですよね。もののけ姫のなんか子玉ってこんな感じの顔してません？はい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 。あの、目と口がこういうの。くり抜かれてるわけじゃないんですけど、あの、黒く真っ黒な感じですね。そうなんですけれど。この感じですよね。なんか、この穴になってる。なんて言えばいいんでしょうね。そう、あれを思い出してしまうせいで、なんか可愛いけど怖いけど可愛いみたいな、そんな感じの印象結構抱いちゃうんですよね。ねえ、ここでゴールにたどり着くまで
無限にすごろくを回してますかね。でここなんですけれども、マップによってワリオの状態異常が変化しまして、ここですとあっと、まあ、こんな感じで火だるまになってしまって結構時間かかってしまうので、できる限り避けていきます。お、完璧ですね。確かに、かけら取り逃してますね、1個。あと、そうですね、それこそ先ほど右下にあったのが、そのかけらだったような記憶があるんですが、ちょっと目押し見せたと、見せたって。そうですね、先ほど、スゴロクちょっと間違えてしまって、それで取り逃してしまったのが、確か、ハードあのところにあった記憶があるんですよね。どうかな、こちらやっぱじゃあ再入場でリカバリされるってことですかね。コメントでもいただいておりますが、クリアですね。そしてそうですね、スロット復活しないので、あ、やっぱりもう一回になりますね。もう一回いきますね。でさらになんですけれども、宝石を取ってじゃあステージから出るぞっていうことがこのゲームできないんですよね。一応ステージから出ることはできるんですけれども、その際今まで取ったお宝でしたり、まあ、コインでしたり、そういったものが全部なくなってしまうので、まあ、必ず回収したらクリアしなきゃいけないと、そういったシ、まあ、システムになっております。ピザ屋のバイト風な怖さ恐怖、それはあのあれですかね。あれですよ、それはあのあれですかね。5日間ほどの人形から逃げるあれですよね。はい、ちょっとあのめちゃくちゃ安い時給でこき使われるあの例のピザ屋さん。マッケンもひどいですよね。ぺったんこ、これマリオ様曰く本当にぺったんこになってるらしいです。なんで生きてるから川もマリオ様も全くわからないとのことですね。本当になんで生きてるんですかね。そうですね、ほん普通なら内臓なんかが、やめときましょう、このゲームの。僕らが一般的に抱く疑問について、ワリオさんご本人が言及していらっしゃる、ワリオさんご本人言及していらっしゃるので、生きているならよしということで、はい、ここはちょっとお収めいただければと思います。HP1 のね、あ、さすがにちょっとここは安定取っていけますね。ここで雷のマークですね。これを取ってしまうとダメージ1受けてしまって、まあ、HP1 の状態ですともう速攻ゲームオーバーになってしまうので、今回ちょっと回復しに行った感じになりますね。あ、これが怖いんですよ。15背景ですね。いいなんですけど、一番右端にはっきり見えるところ、これが大体、これが6になるので、ここを見て、まあ、安全なマス、例えばハードだったり、スイッチ切り替えだったり、そういった場合は、まあ、6を押した後、すぐジャンプする。で、ちょっと違ったら、まあ、このバリオのマークだったり、雷のマークだったりしたら、少し待って他の数字にすると、まあ、早く、ここのすごろくを攻略することができます。It's pretty tight to get the same number twice in a row like this, by the way, just for the record. Yeah. I have to, like, I mess up easily every time, which is why, like... いつも異を読んでますね。あの、これ説明書を読んでもらうと異を読む理由分かってもらえると思うので、ぜひ一回、あの、ご一読いただければと思います。そうですね。これ今出したダメな説明書だと思うんだよな。もう2020年は通用しないと思いますね、これ。今出したらもういろいろなところから子供にこんなものを読ませるなっていうあれが来そうですね。怒られますよね、これ。絶対怒られますね。なんですよ、あの、言いたいですけどね、できればね。僕も言えた方がネタになるんでね。ただまあちょっとあの。なんですね、チャットの方になんかバネの先になんか宝って何かないんだっけっていうのがありましたが、難易度によって結構変わってきますね、うん、確かノーマルだったらバネのそのバネを使って、まあ、ブロック壊して先に進めるところに、CD だったかながあった記憶があります。ちょっとハードと激ムズは覚えてないです、すいません。ですね、世界一の方が言ってるんだったら間違いない。落書きの森ですね。そうですね、落書きの森ですね。激ムズでも同じく CD なんですね。
汚いアドレーヌとうまいこと。それにマリオ様からこのキャラクターへの、お言葉としてはですね、ありますね、はい、とりあえずパンツぐらいは履いておけばマナーだぞということでね、まあ、そうですね、マナーは守っていただきたいですね。そうですね、マリオ様ちゃんとどんな状態以上になっても服着ますからね。チャットランバー皆様も、はい、あ、どうぞどうぞ、ヒダルマになって消し積みになっても次の瞬間服着てますからね、はい、もう安心ですね。マナーといえば皆様ももう深夜帯ではございますが、チャットの方はマナーを守って楽しくコメントをお願いいたします。お願いいたします。あ、ここも綺麗に決めていきますね。あ、ぶれないですね。本来でしたら、まあ、こういった動く足場の仕掛けをちゃんと解いていかなきゃいけないんですけれども、綺麗に敵を踏み台にしてどんどん突破していきますね。完璧ですね。マリオ様意外と常識人なんですよね。そうなんですよ。それはそこはまあマリオ様というところで、あ、届かないか、復活して、あ、被弾で受けて、はい。あ、そう、このゴリラが投げるリンゴ、これを食べると、太ることができるんですけれども、リンゴ1個でどうして太ることができるんだっていう質問がワリオ様に届いてまして、ワリオ様曰くリンゴ1個に見えるが、実態はリンゴ20個重なって見えていて20個重なっていて、それを一気に食べているから太ってしまうんだということですね。20個、そうですね、リンゴ1個ではなく20個重なっていると。あ、まあでも牛乳3リットル、フランスパン3個、生卵6個、1分で食える、まあ、ワリオ様だったら20個ぐらいだったらね、まあいけると思いますが。確かに、考えたら余裕なんですかね。ちなみになんですけれども、それのさらに延長で、やばい、どうせしてしまった。なんだったっけ。なんか延長で言おうとしたことがあったのに。ちなみにですね、リンゴについてもう一つワリオ様からですね、格言がございまして、はい、ちょっと待て、その一口が豚になるということで、皆様も健康にお気をつけいただければと思います。もう深夜帯ですからね、3時ですよ、3時、はい、今食べると豚になってしまいますからね、気をつけなければ。今そこでポテトチップス食べてるあなたですよ。ワリオ様のようにね、ニンニクをどんどん食べていきましょう。ニンニク食べましょうね。4つ目のステージですね。そうこう言ってるうちに、ここはもう、ね、もう見た通りドミノとの競争ですね。はい、ここはもうひたすらドミノと競争していきます。で、ここのドミノとの競争に勝たないと、お宝が回収できないというところもあったりしますので、まあ、基本的には本当に実際の通常プレイでも RTA みたいに早く動くことが求められるステージとなっております。チャット内みんなたくさん食べてますね。思ったよりないな。そう、羨ましいな。解説中、私も何か食べたいんですけれど、普通に解説中食べると音入っちゃいますからね。あの私がマイクをミュートしたらそれぐらいだと思ってもらえればと。羨ましい。それやると怒られちゃうんでやらないんですけど。あれさ、マイクミュートになってるっつって。なるほど。あって言ってね。この時間に食べるのが美味しいんですよね。そうなんですよね。背徳感がたまらない。ああ、そうだ。ちょっと思い出しました。お、はい。マリオ様なんか先ほどから結構高いところからヒップアタックしてると思うんですけれども。そうですね。マリオ様、実は高所恐怖症でして。本来はこういった高いところから落ちるのってすごく嫌がるんですよね。なので皆さん、できる限り一段一段ゆっくり降りてあげてください。高所恐怖症ってすごく、あれですかね、怖いですから。高いところにいると緊張のあまり、あれが出そうになるということなので、あのあれがそうです、ね、いろいろな意味でちょっとそこら辺をしっかり自重していかないと配信の時引っかかるかもしれませんからね、あのあれですね。
We did a little damage boost at the end here so I can melee break that block. It's possible we do backwards. まあ、あの NHK 公認ということでね、お越しいただければと思います。はい。チャットでもありましたが、マリオランド3のオープニング時の落下もあれもひどいんですよね。ああれ、マリオランド3、ええ、私は一応あれのアリでちょこっとやらせてもらったことがあるんですけれども、はいはい、マリオランド3のオープニングって飛行機に乗ってる状態から墜落してしまうんですよね。もうその時点でマリオ様じゃなかったらおだぶつなんですけれども高所恐怖症に加えてそれで冷静に生き延びてますからね。さあネズミ、ネズミがしっかりですね。ネズミ戦いですね。このボスがまたくせ者でして、ね、さあこうやって敵を倒すのいいんですけれども、はい、ここでこの技めちゃくちゃ難しい技なんです。マリオが、マリオ様がこの上の方にあるクマのぬいぐるみですね。これにちょっとぶつかってしまうとこんな感じで、あーやってしまった。そう、上の方にプーンと浮いてしまって、で2回浮かべてしまうとこんな感じで、また、まあ、最初に、まあ、最初のこのしぼませるところからやり直しになってしまいます。で RTA ではもう早く倒すためにネズミに当たるギリギリのところでこうアタックをし続けていくことが鍵となります。もう2ターンできましたね。でさらにこのゲームの難しいところでして、これ RTA だからやってるんじゃないかと思われると思うんですが、激ムズだとミニゲーム使わない場合必須のスキルとなります。はい、 S ハード、スーパーハード、激ムズですと必須ですね。なのでミニゲーム縛りしてる方にとってはもう必ずやんなきゃいけない、覚えなきゃいけない技になります。他のボスも結構ハメ技あるんですけれども、そのあたりも覚えなきゃいけない技になってきますね。で舞台は移り赤ですね。工場面というか工場ステージとなっていますね。そうですね、なんかだいたいこういった工場の中だったり家電の中だったり、まあ、そういったところを攻略していくステージになります。割となんかこんな機械っぽいベルトコンベアだったり、なんかそういったカメカしい仕掛けでしたり、ちょこっと迷路っぽい要素もあったりする、まあ、そんな感じのステージが多いのが赤のステージとなっております。そういえばこのメンヤリ君が初めから黄色なのって難易度でしたっけ？そうですね、難易度ですね。確かノーマルと、ノーマルとハード、普通と難しいの場合ですと黄色から始まりまして、で激ムズ、スーパーハードの場合ですと赤からおっと始まります。オーバーしましたね。オーバーしました。ここの鍵の端取らないと次のステージ進めないので必ず回収しなきゃいかなきゃいけない、ちょっと憎いやつなんですよね。そう、激ムズ RTA もあるんですよ。激ムズ RTA は先ほどチャットにいらっしゃいました世界1位の方が走られております。画面下がノーマルになって、あ、本当だ。そうなんですよね、これ、このゲーム、そうですね、なんか割と直前にハードに決まったんですかね。どうなんでしょう。こちらも事前の情報としてはノーマルと伺ってたので、そうなんです。あ、ハードになってるって解説するの直前になって気づきました。ですね。修正した方がいいかな、これ。確認しますね。まあどうでしょう。割と半分くらいまで過ぎてますし。まあそうね、もう30分くらい行ってますもんね、もう。はい。あ、35分ですね。で赤のステージに、秘密の廃車離場だったっけな、ね、ここは、うまく決まらない。決まった、決まった。まあ、こんな感じ、ギリギリのところからヒップアタックを繰り出すことで、まあ、太る手間を省くことができます。応募時点でハードルとも、ありがとうございます。そうだったんですね。大変失礼いたしました。いやー、ハード本当に難しそうだな。これ見てるとノーマルすごく簡単そうに見えてしまうんですよね。
ですね。ノーバルも、まあ、技術とか必要な技術っていうのは結構ハードと変わらないので同じく難しいはずなんですけれども、それでも難しく見えてしまうのがハード、そしてさらに難しく見えるのがスーパーハードですね。ちなみにさっきあのバネの体になったボヨヨン割を、これもですね、あまり頭に叩かれすぎると脳みそが耳から出てくるそうですちなみに味噌汁を作ると美味しそうです、まあ、嘘だぞ本気にするなよと言ってましたでも脳の味噌ってことは多分美味しいんですよね。ええー、まあ味噌汁味噌汁煮たら多分美味しいんだろうなというあのワリオさん流ブラックジョークですね。嘘だぞ本気にするなよって言ってましたので本気にしないでくださいマリア様だったらやれか狙いのがちょっと怖いところなんですよねそうこれ説明書に載っちゃってるからなそうなんですよね、ブラックスキルでしょさあこれレイヤー重なってる20個のリンゴです秘密の廃処理場なんですけどこんな感じでブロックたくさん壊してコインがたくさん出てくるって仕掛けというかマップ作りが非常に多いのでやって気分がすごく気分すごいスッキリするんですよね。スッキリしますね。参考してたくさんコイン集めてワリオさんヒップドロップとさっきのあのボヨヨンジャンプとあとこの横ですね頭突きで全てにおいて連続でブロックを破壊できるんですよ。こうやってこれ気持ちいいですよね。しかもこのゲーム今ちょっと見たから分かるかもしれませんが普通のブロックに見せかけて実は壊せるブロックっていうのが結構あったりします。こんな感じで壊せないブロックと見せかけて壊せるブロックっていうのが本当にたくさんあってでさらに難易度が高くなってきますとその先にお宝があるっていうことも多々ありますので本当に結構1から1ちゃんと隅々まで探していかないと、まあ、積んでしまうそんな難易度にもなっております。さあマイナス40度の冷凍庫業務用冷凍庫ですね。確かノーヒントのはずですね基本的には。そうですねノーヒントですね。だからあと宝石1個足りないって言いながらさまよい続ける羽目になります。なります、なります。それはそれ楽しいんですけどね。ちなみにこの雪だるまマリオ、ワリオ、スノーマンワリオですが、ですね、はい、これに関してはもう寒い上に鼻水が止まらなくて、主人公は風邪をひいたらどうするつもりだ、任天堂と。ということで大変お怒りでございます。大体全部お怒りなんですけど。それマリオさん、マリオさんも本当にひどい目にしか合ってませんからね。風邪ひいて牛乳取って抗体とかもできませんからね。そうなんですよ。もうね。そうシーズンもシーズンでちょっと今あのコロナの時期なので、ちょっとマリオさんもお体にお気をつけていただきまして。マリオさんも曰く健康の秘訣はニンニクとのことなので、まあ、皆さんもニンニク生でバリバリ食べていきましょう。ニンニクはね百薬の長ということで本当かこんな感じで激ムズのここ CD 取るのすごく大変なんですよね。ね1回クリアして1回ギミックを解いてもう1回ステージ回ってさらにでそこから CD を取るっていう仕組みになっており仕組み仕掛けになっておりましてそれに加えて激ムズですと時間がさらに足りなくなってくるのですごくシビアになってきます。RTA 並みに無駄のない動きしないと、まあ、全然迷わないです。そうですね激ムズはもう基本的に RTA 並みの動きをしてると考えていただいても考えていただいて大丈夫です ね, ね激ムズができればおそらく RTA やるのすごく RTA 入るのすごく楽になると思います
そうですね、生ニンニク実は得なんですよね。ああ、食べ過ぎには気をつけて。先ほど言ってた CD を取るの難しくしている要因がここら辺なんですよね。この敵なんですけれども、この氷の風出してくるんですが、これに当たると、押し戻されます。まあ、ワリオさん効率ゲーになっちゃいますね。はい、単純にも時間がかかっていくんですね。ここも単純にこうまっすぐ登っていきますと、この氷付けにされてしまって、そのまま落ちてしまうというケースが多発してしまうので、本当に気をつけなきゃいけないところです。ちなみにこの氷付けワリオについては、氷付けについてはですね、ワリオさんはついに堪忍袋の尾は切れまして、一体どうなってるんだこのゲームは、人体実験のつもりか、俺様じゃなかったら耐えられないぞと。そして己制作スタッフ名、完全に俺様を敵に回したな、次に出演依頼が来ても出てやらないからなと、もう無事切れてますね。そりゃそう本当ですよね。あの火だるまの上に氷漬けかって。そう、それこそ青のステージの3なんて最初火山かと思ったら、途中帰り道だと本当に雪山のステージになってしまいますから、もうそれだけで基本差でやられそうになっちゃいますよね。俺様じゃなかったら耐えられないぞって言うんですけど、まあ、なぜワリオさんが耐えられるのかというところについては健康第一ということでね。ワリオさん強いな。その秘訣本当に欲しいですよね。欲しいですね。なのでそれこそ、こっち、はい、それこそなんかもう世界中全員ワリオ様になれば、あれですかね、疫病なんていうもの一切流行らなくなりますからね。そうですね。そうですね。ただ、まあ、ちょっとこれ、ワリオさんができたからできるのであって、ちょっと皆様はですね、真似をしないようにご注意いただければと思います。フリじゃないですからね。フリじゃないですからね。そうですね。ワリオ様の真似をして、まあ、体調を崩した、もしくは、お亡くなりになってしまったと言っても、こちら側は何も責任取れませんので。取れないんで、ちょっと、はい。ワリオ様だからできることなんです。はい、雪だるまならできると言ってる方がいらっしゃいますね。なるほど。それはそれですごいな。ここまで、はい、ニューランドアドバンスですと、はい、あ、どうぞ。こうやって左上の方に HP あるんですけれども、前作の前作だったり、その前々作かですと、マリオランド2もだったかな、2と3は確か、ダメージ受けても、まあ、実質 HP がないので、ほぼ不死身なんですよね。ゲームオーバーになるところ、何箇所かあるんですけれども、本当にその特殊な状態でないと起きないので。特に今のワリオ様は、あえて自分で足かせをつけている可能性がありますね。ああ、なるほど、なるほど。まあ、ジャングルの奥のピラミッドっていうね、ものすごい特殊な場所なのでね、そのあたりもちょっと多少関係してるのかもしれませんね。ああ。ですね、ワリオ様の、あれですね、力じゃなくて、もう、それ以外の得体の知れない力によって、今こう、戻されている説が確かにありますね。ありますね。そう。ワリオ様は死にたくないから不死身なので、この気概見習っていきたいですね。さあ、ここなんですけれども、ノーマルですと、このなんか下を通ってる電気のバチバチ、これが、本当に一部の箇所だけしか出ないんですけれども、ハードやスーパーハードですと、こんな感じに電気のバチバチが下を走るようになります。これがまたいやらしいんですよね。いやらしいですね。この電気のバチバチに当たってしまいますと、この今持っているこのボール、これを落としてしまいますので、おっと、珍しい。あ、おー、あそこ止まるの珍しい。ですね、初めて見ました。はい。あそこポンポンポンって行くんですけどね。まあ、さすがそこは RTA 奏者、見事なリカバリでしたが。いやー、びっくりしました。びっくりしますね。電気、本当に避けづらいんですよ。そう、これ、あー、あ、こういうのあるんです。本当によく起こるんです。しんどいですね。
この急いでる時に出てくる氷漬けがね、本当に厄介なんですよね。一応時間としては割と激ムズ以外はそこそこ余裕があるタイム設定にはなっているんですけれども、おーっと危ない、危ない危ない、大丈夫、おーよかった。この上のものすごいでっかいカウントダウンと BGM のせいで分かってても怖いんですよね。出ても怖いんです、はい、最終的にあ1分2分余裕あるじゃんって思ってもやっぱ怖くなっちゃうんですよね。なりますね。あなたジップがあると完全にスキップできるんですね。スキップができちゃいます。せやこのゲームのジップに関して何も話してませんでしたね。お願いします。私の認識もちょっと以前ベコさんに伺ってそれで止まってるレベルですので、まあ、何かありましたら、何か間違ったことがありましたらベコさん、補足していただけますと大変助かります。ジップなんですけれども、このゲームマリオのカードマリオがジャンプした時にちょっと判定がずれる、なんていうんだっけな、ずれることがあるらしくてですね、ジャンプした時じゃないマリオが反転した時かに体の軸がちょっと移動するらしくてですね、でそれで、角っこのところにうまいことジャンプして振り向いてっていうことをやりますと壁の中にめり込みます。でその壁の中にめり込んだ時に、適切な行動をしますと完璧に壁を抜けることができます。ただこの適切な行動をするっていうのがとても難しくてですね、だするとそのまま壁の中に生き埋めになってしまうと、私は本当にちゃんとした意味で成功したことはないですね。そんな話をしてる間に一瞬で赤ボスが終わっちゃいましたね。早い。よどみなく。2回フレームパーフェクト。2回フレームパーフェクト。あ、そんな厳しい技あったんですね。あ、天井スレスレで一瞬ヒップアタックして解除すると横にずれてそれを利用して見り込む感じとのことです。一応このゲームポーズが使えますので、それでちょこっと、まあ、タイミングを測ることはできるんですけれども、それでも難しいです。チャットにカラオケ兄貴がいますね。いますね。この BGM、あの曲、歌詞がついております、ね、はい。で、このカラオケって言いますのが、実はこの BGM って、本来でしたらもう、本来っていうか、なんでしょう、隠し BGM として、CD のところに収録されておりまして、その解除条件が、かなり前にお話ししました。CD 全部回収と、全部ステージでコインを1万枚取る、得点1万枚取る。そうしますと、CD を鑑賞できる一番上のところにあるんですけれども、そこで、カラオケモードといって今のステージの曲が聴くことができるようになります。あ、そう、激ムズだと聞くことができないんですよね。ステージ開始と同時に、はい、そうそうそう、あのあれですね、あるんですよね。あーっと倒してしまった。また今あの発言かぶっちゃったんで一応補足させてもらうんですが、確かあれですよね、あのステージ開始と同時にすぐそこにあのカエルのあのスイッチがもうあって、開始と同時にもう確かカウントダウンが始まっちゃうっていう認識でしたよね。ですね。それのせいで激ムズだと、激ムズで聞きたい場合は、まあ、本当にちゃんと 100% と同じように CD 全部回収して1万点取ってっていうのをやらなければなりません。いやー、とんでもないですよね。例えば緑のステージに関して何も説明しませんでしたね。あ、ステージ中、あっという間に終わってしまったので、緑のステージはそうですね、おそらく4つの色のステージの中で一番簡単なステージに、一番簡単な、まあ、ステージ群になるんではないでしょうか。まあ、基本的に、まあ、一番最初のヤシの木島だったり、まあ、こんな感じのお花畑でしたり、結構自然系のところが多い印象がありますね。まあ、その名の通り緑のステージですからね、緑あふれるステージとなっております。あーと落ちていってますね。あ、取れない。あ、この上に行きたいんですが、あーっと面やりが
本当にやらしいことしてきますね、こいつら。これが本当にやらしいんですよ。ちょっとぐらってますね。あ、逆に簡単だから RT 的に後回しにしたいんですね。難しいとこ先に終わるって。緑のステージのボスってあんまり好きじゃないんですよね。割とあのボス戦うのが得意ではなくて。ボスの好みはそれ本当に分かれますよね。ボスに限って赤が一番簡単説ありますね、僕個人的には。ああ、ありますね。黄色のステージは難しいんですけれども、慣れると結構決まるようにはなりますね。緑のステージも多分そうなんでしょうけれども、私はなんか緑のステージだけ本当に慣れることがなくて、まあ、どういうボスなのかっていうのは、あともう少し待っていただければわかるかと思います。はい、あとそうですね、倒すの簡単、はめるのむずいっていう概念はあると思います。ですね。あ、イモムシそうだったんですね。おお、ちっちゃいんだ。イモムシなんかちょっと、なんて言うんでしょう、通常プレイしてても邪魔だなって思うことはあるんですけれども、まさかそんな要素もあったんですね。となると安定を取る場合はあえて下の方に降りてさっきの面槍を回収するっていうのもあったりするんですかね。そうね、あっちの方ですとちょっと当たり判定大きくなるはずですので。いやこんな感じなんですね。そうこう話してるうちにやってきました、緑第3ステージ謎の地底湖ですね。まあ、ここは見た通り水中ステージが主となっております。そうですね、はい、謎の地底湖激ムズだと帰りは本当にゴローちゃん、先ほどのマリオランドでも出てきましたね、はい、上からイガグリがたくさん降ってきて行く進路を本当にいやらしく妨害していきます。皆様おなじみゴローさんでございます。あわわわマリオですね。ここはあえて引っかかりますね。はい、ここにお宝があるんですけれども、そのお宝の前にちょっと水流がありまして、この水流がアワーバリオでないと、突破できないと、そのためにあえてアワーバリオになっております。こちらに関してもワリオ様コメントございます。はい、俺様は泡の中だけに慌てているのだということで、ダジャレだ、どうだ面白いだろう、忘れないようにメモしとけよってことですね。はい、いやさすがワリオ様、ダジャレのセンスもありますね。さすが、ユーマセンスあふれるところが来たところです。さあゴローちゃんゾーンです、はい、ゴローちゃんゾーンです。なんですけれども、はい、こんな感じで回転ワリオになってコロコロ転がってしまえばもうそれを跳ねのけて倒すことができてしまうので、まあ、大変楽な場所になっております。そうですね、手前ミスの話はありますが、昨日ちょっとギャグを言ったら本家配信が止まるっていうのをやっちゃったので、今すんごい今ヒヤヒヤしながら慎重にギャグ言ったんですけど止まらなくて安心しました。やっぱマリオ様のギャグですとちゃんと転がってくれるんですね。はい、配信の方もちゃんと進んでくれる。気になった方はサミースリケイドインダイオンランドというゲームのですね、配信をいただけると分かると思います。さてここ雨のジャングルなんですけれども、今すごくあっさり決めていきましたけれど、いやあれなかなか難しいんですよ。さらっといきますね、はい、あそこも今なんか左右に揺れるブランコあれに、まあ最速、まあ、このゲーム一番速い移動速度である、パワフルアタックだったっけな、で技を使って飛んでバーって行ってたんですけれども、あれジャンプするタイミングずれると乗れないんですよ。すぐ落ちてしまうのです、とても難しい。しかもこれただただジャンプしてるんじゃなくて、ちゃんとジャンプの高さも変えてるんですよね。振り子の足場を一気に駆け抜けますが、結構シビアです。とてもシビアです。見るからにシビアそうですもんね。うまい。これをノーミスで突破できるのは本当に、これをノーミスで突破できるとか本当にうまいっていうほどの証明になってますね。
上位勢じゃないとおそらくできないと思います。Yeah, that was really good there. That's a very well hidden, very well hidden puzzle piece. Little chest there. It's a. ここだと激ムズちょっと変わるのかな。激ムズじゃ難しい。そうここ気づかないんですよこれ。そう。これですよ。そうここにこの小石あるんですよ。これ気づかないですよね本当に。いやここだけ取り逃して何度さまよったことか。さまよいましたね。あれ石なくなってんだけどっていうあのノーマルからのね。あります。うわ完璧ですね。うまいな。触れないな。あとそうあの制限時間がある状況なので判断が鈍るんですよね。探してるときにそうあのパニック系がなります。時間がないんだよ、どこに行ったんだよ、石みたいなね、なるんですよね。あここも綺麗ですね。巨大な。ちなみになんですけれど、今下の方にワニがいたと思うんですけれども、あのワニはすごく倒すの難しいんですけれども、一応倒すことができます。もうヒップアタック、まあ、すごく高いところからヒップアタックすると、まあ、水中でもその状態が長続きしますので、それをうまく当てると倒すことができます。が、非常にシビアですね。ですね。動き早いので。さあ、ボス。フラワナ戦だったけど、フラワナだったけど、どの戦いです。そうですか、はい。このボスなんですが、はい、見ての通り、こんな感じで、うまいところでヒップアタックして止めて、はしごにの着地して、ヒップアタックして、はしごに着地してっていうのをずっと繰り返していきます。完璧ですね。完璧ですね。でちょっとでも、このフラワナの道をミスってしまうと、ヒップアタックの位置がずれてしまって、まあ、失敗してしまったり、っていうことが結構多発してしまうんですけれども、完璧に決めていきましたね。そうですね、激ムズですと、これが最低限できないと、本当にミニゲームなしだと突破できないですね。出ました。焦りますね。着地と同時にカウントダウン、アングルで入ったぞ。始まります。で、ここなんですけれども、普通に上行くよりも、こうやって水流を遡っていく方が早いです。あと、ただこうやって上の方にジャンプするのは、なかなか難しいんですよね。こう戻されることがあります。あ、点滅8回後に無敵時間解除される。いいこと聞いた。このゲームはそのうち RTA したいなとは思っておりますので、こういった解説あったりするとすごくありがたいですね。ご覧になっている皆さんもこれで RTA が走れますね。こう見てて分かると思うんですけれども、すごくアクション要素多くて楽しいんですよね。通常プレイでもなんか難しいんですけれども、イライラする難しさではなくて、すごくなんかワクワクドキドキする楽しさなんですよ。そういった意味でも本当にこのゲームは一度 RTA やりたいですね。出てきて思い出しました、あのおじいちゃん。そう、何の説明もしなかったですね、あのおじいちゃん。そうですね。RTA ですとほとんど合わないですね。ではないですね。一応マリオランド、ね、このピラミッド、あ、どうぞ、はい。はいはい。あ、大丈夫です。このピラミッド研究してるおじちゃんらしいです。ですって感じでみたいですね。ごめんなさい。いえ、実はこのおじいちゃん、マリオランド3とかそっち側の方でも出てきたりします。マリオランド3だとどこへ出てきたっけな、ちょっと忘れてしまってるんですけど。日本からの寄付があるそうです。おお、いいですね。ありがとうございます。あれをしたいに博士。あ、帰るために金はなるか。マリオランド3はまたちょっと違うのかな。あ、カエルスイッチもそれなんですね。へえ、だからカエルだったんですね。
初めて知った。さて、そんなこんな言ってる間に、ラストボス、陽気戦ですね。さあ、本来でしたら、この猫がいろいろと助けて、ミニゲームやってるとこの猫が助けてくれるんですけれども、今回そんなことはなかったですね。あら。さあ、吸い込まれていって、陽気戦、始まりです。最初この先生隠してるときは、このオカメのお面を、上から踏んづけて投げつけてっていうことを繰り返していきます。でこれが壊れてから、で先生が壊れてからは、4つの攻撃パターンをローテーションしていきます。1つ目がこの緑のよくわかんない生物を投げてくる。2つ目が、見えた人いますかね爆弾するで爆発する丸い球体投げてきますので、それをアタックで弾き返してダメージ。3つ目は卵を投げてくるのでそれを投げつけて、4つ目はこのバネマリオになって、戦う。でこのバネマリオになるっていうのがこんな感じでずっとこのハンマー残り続けて早く叩くことができれば残り続けてくれますので、まあ、こんな感じで連続でダメージを与えることができます。表情豊かですね、本当に本当に表情豊かですよね。さあ、面が壊れて本体が出てきました。こうやって床を破壊してくるので降りてきたところをアタック、そして最後ジビルだけになったところをタイムアタックして終了です。タイムアソップです GG です。いやー早い。早いですね。1時間2分50秒。そう、皆さんあれですよ。シャスタさん最初の方でちょっと失敗してしまったところがあったり、回収漏れがあってしまったので、もう一周っていうところもあったはずなんですけれども、このタイムですからね。いや、すごいですね。それ以外の、そのミスを除いたら、それこそなんか自己ベに匹敵するくらいのタイム出てたんじゃないですかね。とても速い。あ、そうそうそう、このゲームですね、はい、あのビッドウォーが実は達成されているので、おお、はい、なんとあのワリオホップショーケース中でミニゲームがあるんですよね。あれを見せてくれるということで、はい、ミニゲームをやるためには、途中途中でステージで右上の方にコインがあったと思うんですけれども、あれをたくさん買って、あれを回収しておくと、まあ、ミニゲームの時に使うお金になる。ミニゲームをプレイすることができるようになります。1回何コインみたいな感じで、集めてきたコインが必要になるんですね。え、なんとか逃げ出しましたね、ワリオさん。逃げ出しましたね。ワリオ様、はい。あ、そうだ、ワリオさん。はい、ワリオさんですね。そう、スゴロクミツと最初の、なんだっけ、ホーンデッドマッシュじゃなくて、あそこの辺りですね。やばい、出てこない。青のステージ1ですね。あそこの、はい、ゲームオーバーがなかったらめちゃくちゃ早いタイムだったと思います。そして、お、なんだなんだ、ニコちゃんが、お、かわいい、かわいい王女様に変身して、Thank you, Wario. あ、よっと、あ、よかったですね。戻して。そっか、戻してあがいたか。あ、ちなみになんですけれども、宝箱全回収すると、一番成長したショコラ姫になります。ちなみに、宝箱、何個だったっけな、何個残すかによって結構、その、ショコラ姫の、成長度合いが変わりまして、おすすめは1個取り逃した状態のショコラ姫ですね。ちょっと足りない時のショコラ姫がめちゃくちゃ可愛いです。可愛いです。ここね、ちょっとワリオがね、涙ぐんでるんですね、ワリオ様が。涙ぐんでるんですが、今日取り直して帰ります。ちなみに、全く宝箱を回収できなかった時のワリオのあれがね、ぜひぜひ皆様、確認いただきたいと思うんですけどね。いろいろと変わりますね。
待って、あ、違うんですね、これ。なんかエンディングの曲、今ちょっと流れ、あ、消えちゃった。あ、消えた。マリオランド、お、ちょっとエンディングに曲があるんですけれども、あの曲、今、海外版と日本語版でちょっと違いましたね。これね、びっくりでしたね。初めてホームランダービーがあって、やっぱ英語版違うんですね。ルーレットがありますね。ルーレット面白いんだよな。まあルーレットが福原なんですけど。ですね。あ、出ました。でもやっぱホッパーが一番好きですね。そうですね。あ、そう、あのマリオのホームランダービーです。そう。フラッシュが終わってもまだホームランダービーは終わっておりません。でしかもなかなか癖があるんですよね、このホームランゲームを。ホームランダービーも。自己ベ694点。694点 694? 行ったことないな。行ったことない。これは、私は、694どのくらいすごい記録かと言いますと、私、一応これでも結構やってた方で、一応このゲーム、激ムズミニゲームなしでクリアはしました。しましたが、最高記録100回ちょっと超えたくらいですね。一回奇跡起きて150いったことはありますけど。おお。100超えるのがやっとなんですよ。ですね。それの7倍ですからね。ほとんど。えげつないです。あとあの Google の回線がないときのあの恐竜が走ってるやつと、まあ、似たような感じですね。Hopefully I can do this in one go and it's totally fine. I felt good about this yesterday. I got actually to I think 281 yesterday, which is really nice. マリオ様がずっと変化しますね。I'll send a close chat real quick too, because 今回ちょっと長いバージョンですね。今のこの部分、早いバージョンと長いバージョンあるんですよね。なぜか。ありますあります。一応ちょっとリズムゲーっぽい概念があるんですよね、これ。ですね。だだ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 ちゃんとしたタイミングで飛ぶとこうやって OK だったりなんかこういった効果音が鳴るんですけれども、ちょっとずれてしまうと音が鳴らないギャンっていうだけの音が出てきます、ね、この時点でもこの難しさは分かります皆様。ここあたり割と難しいんですよ、ここの連続ジャンプとか。あーすごい、ここのなんか短い区間のジャンプって結構難しいんですよ、本来は。なんでできるんだろう。やばいな。ぶれないっすね。メイドインマリオのスケボー、あ、スケボーなんてこんな感じでしたね。なんていうか、まあ、ちょっと違うけど。確か。あっちジャンプしたりしゃがんだりみたいな感じでしたっけね、ワリオのスケボーって。え、違ったかな、あれ。それ、ボスゲームか。まあまあまあ。だって私はこの辺りくらいまでしか知らないです。はい、それどこの辺からもう。もう未知の領域ですね。未知の領域ですね。確かに、でも、彼った昔に記憶をたどると、この辺からなんか、はい、この音ハメが少し変わるんですよ。リズムゲーの概念がちょっと変わってて、このレベル2までの速度でやろうとすると、確かね、フェイントかけられた記憶があるんですよね。そんなことやってくるんですね。確か。違うんかいみたいになった記憶があるんですよね。しかもなんか、今も結構変わってきてますね。はい。いやらしいなぁ。いや、いやらしいですね。3人目、高津の人もすごいですね。よくできるな。
そもそもなんで荒野をタイヤ乗って走ってんだろう。そんなこともありますね。逆になんか荒野をタイヤ乗ってジャンプして走ったことってないですか？あれ確かねえ、それぐらいは。まあ人間大体なんかほら荒野をタイヤに乗って疾走するか、こうなんかショッピングカートに飛び乗ってダイビングしたくなることあるじゃないですか。やっぱタイヤがある方が便利ですからね。やっぱり便利ですからね。カゴはないそうです。カゴはない。あら。カゴは荒野のステージはないっちゃないんですよね。雪山のステージはあるんですけれど。あ、そうですね。あの西洋風のお城とかがありますが。あります、ね。確かそんなカゴですが、なんとちょっと3時間前ほどからなんと並走マラソンが始まっていらっしゃるとかないとか。あ、もう全然しちゃいません。時間が思ったより時間があったので。確かに、まあ、確かにこれ終わったら多分すぐ交代になりそうですね。なんて気がします。そう、今新第2回新年カゴ寺並走会というものをやっておりますので、1月9日から1月11日までやっております。なんでそんな長い期間やってるんだって言いますと、この並走会自体ちょっと普通の並走会とは違って特殊なものでして、言ってしまえばなんかランキング会みたいなものが近いのかな。カゴ寺ことカートレーサー走りまして、まあ、そのかかったクリアまでかかったタイムと、クリアした画像と、あとハッシュタグ新年カゴ寺並走会2021ですね、この3つと一緒3つとともに、ツイッターの方に投稿していただければ、まあ、それで並走会の方完了と。あなたの記録は何位までいけるのか、まあ、そんな感じの並走会記録会って言った方が近いのかな、まあ、そんな感じの内容になっております。でも加工場高いでしょ。加工場なんとですね、セールジラと50円、今はちょっとウィンターセール終わっちゃったので100円になっちゃってるのかな。それでもワンコインで買えてしまうのでね、あ、皆さんどうぞやってください。保険でやってタイマーつけてその記録をぶん投げる、それで十分なので。やってください。そんなことを言ってる間にもうレベル6まで到達してますね。してますね。300超えましたね。今のいやらしいな。いやらしいな今の。ゆっくり行ってそこからジャンプか。絶対引っかかるな今の。いやーすごい。22コインも稼いでるの初めて見ました。I'm going to go to the next one.4000ドルのマリオホップでしたね。すごいですね。GG です。いやー、とてもいいもの見せてもらったな。いやー、いいもの見せましたね。いやー、本当に見れないですよ、こんなマリオホップ。本当に難しいですからね。ですね。いや、すごかったです。本当にすごかったです。そう。いや、本当にこのマリオランドアドバンス、マリオランド4、このゲームとてもいいゲームですので、ね、アクション好きっていうんだったら、ぜひともこのゲームやっていただきたいと。そういった。
私結構 2D アクションゲーやってるんですけれども、やってきた 2D アクションゲームの中でも本当5本の指に入るレベルのすごいいいゲームですので、ぜひ皆さんやってください。ぜひぜひ。中古屋さんでもそこまで高くないはずですので。このゲームってコンソールとかもあるんですかね。かあったはずですね。3DS のバーチャルコンソール、あと Wii U のバーチャルコンソールでもありますね。お結構お手軽に皆さんもプレイできますね。できますね。あと今回ではなかった、まあ、ちょくちょく出てきた CD、 これの、まあ、回収要素もぜひともやっていただきたい。いろいろいい CD あるのでね、本当にやってみてください。じゃあちょうど画面切り替わりましたね。ありがとうございます。はい、こちらこそ。はい、あのカゴじゃ今お話いただいたとして、その他何かこうお話されたいこととかもしあれば。その他はそうです、今そうですないですね。強いて言うんだったら、ゴールデンウィーク中に RT ウィークというものがありますので、でそこでいくつか企画出したりもするので、よろしければそちらの方もチェックしていただけますと嬉しく思います。はい、ゴールデンウィーク の、 あの RTA ウィークですね。ぜひ皆様、はいはい、チェックお願いします。 3DS 限定配信だったんですね。そうなんですね。スピードランド .com になんかそれで書いてあったので、割と普通にあるのかなと思ってたんですけれど、いいですかね。なるほどな。はい、ではそれでは解説笹さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しかったです。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。ではこのタイミングでですね、私、キセアキも司会進行をですね、交代をさせていただきます。ここまでお付き合いありがとうございました。週末とはいえ、結構やはり夜も更けてまいりましたので、皆様睡眠時間等は気をつけてお願いします。ではお付き合いありがとうございました。失礼いたします。Welcome back to AGDQ 2021 Online, powered by Twitch. I have a $50 donation from The Real Mikey B that says, thanks so much for the needed nostalgia trip this Friday. Hearing Wario